明けれたようでございますよ。もうね、さまざまな、ね、忍者イベントを行われてまいりましたけども、いよいよもうね、エンディングをね、そろそろ迎えるわけでございますけども、まだまだ皆様にはいろんな魅力をね、感じていただきたいと思います。さあもうね、後ろをね、皆さん、さまざまなブースありました、忍者ブースありましたけども、行ったよという人、ありがとうございます。手裏剣やりました？手裏剣やってない？あのね、いろいろ忍者衣装も着れたりとかですね、水筒の術ができたりとかですね、まだまだちょっと時間がありますので、時間を見つけてぜひとも行っていただいてですね、忍者のことをね、少しでも分かっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もうね、小さいお子さんもいっぱいいると思います。ぜひとも今日はね、忍者衣装とかも着れて写真撮れるからね、ぜひとも撮ってみてください。そしてゆくゆくは僕も忍者になりたい、私も忍者になりたいと思ってもらえれば本当にね、よかった、嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、昨日今日と行われてきましたけどもね、素晴らしい援軍の方にお越しいただいてるんです。それではご登場いただきましょう。この方々でございます。名古屋おもてなし武将軍。名古屋の魅力を全国に伝えるため、名古屋にゆかりある武将6人と4人の陣型隊で結成。名古屋城での演舞などのおもてなしの活動を中心に、さまざまな分野で活動されておられます。迫力の演舞と男気あふれる振る舞いをお楽しみください。名古屋おもてなし武将隊の皆様です。
上に流麗なること文化武人の鏡なり天下の面の歌舞伎者前田慶次生きるとも死するとも咲かせることが大事よの美しき花を我が生涯にも咲かせてみせよ一世一代の歌舞伎者我こそは天下御免の歌舞伎者前田慶次せいや大奥を捨てし文武の主公織田先鋒にして加賀前田家当主前田利家
の畑もない片びはな忍びの者の宴じゃ。これに花を添えるべくやってまいった事実わし徳川家康は服部半蔵を率いる忍者集団を抱えておった。その者たちは多く登場しておるわな。そして子供たちに人気なナルトの御珍たち、これからこちらにおわす鷹前田利家殿も実は忍者集団を召し抱えておったと。さよ、加賀盗み組と呼ばれる。盗み組、盗み組というのも敵のものを盗んでくるのではなく敵の情報を盗んでくるのを生業とした集団である。なるほど。故にいわゆる情報部隊、これをわしが私的に雇い上げ、そして手元に置いておったんじゃな。なるほどなるほど。わし徳川家康というのはあの忍びの者たちを大軍勢で実は何百人も抱えておったんじゃが、もっと秘密組織のような形で前田利家殿は抱えられておったということなんじゃな。実はこの流れというのがあってな、今はお主たちこちら側半分が西日の術をかけられた。とんでもなく眩しいじゃろ。そう、いつもこの時間このようになるわけなんじゃな。あこういたしながら見るがよいと、こういたしながらさ。さあということで織田家にも忍びの者たちの流れを組む家臣たちがおったんじゃが、その中で前田慶次を滝川家というのがあったわな。さようにございまする、うん、近くは近江の国滋賀県を根城といたして、織田家時代には100万石を超える大大名であったのがわしの実家滝川家であったんですよ。もともとはこの滝川家から前田家の後を継ぐために織田家の家臣になり、そして参ったわけじゃな。待ってくだされ。うん、なんじゃ。百万石の意味を知っておるのかと今の人。そうじゃな、百万石の価値をここでどよめきが行わんといかんところで。百万石だと実家ってある。はあ、みたいな。まず百万石というのは年収に例えると1年間どれくらいの収入があることになるのじゃ。およそ600億円は超える。うん、あ、ようやく拍手し始めた。なんとなく、ただまだ実感湧いてない。それでも実感湧いてない。あ、じゃあどうすればよろしいですか徳川様。これはどうもできん。諦めるの早いですね。まあしかしながらこんな大大名家に後になった、まあ跡取りとして、そして前田家にも跡取りとして入ったということで、名古屋おもてなし武将隊の中でも織田信長殿やわし徳川家康のように大名家に生まれた者もおるが、お主が最も現世の言葉で言えばプリンスだったやもしれんわな。そんなの言わんの分かってますか。言わんと、そんなかっこいい言わんかじゃしてる。坊ちゃんね、坊ちゃん、坊ちゃん武将だよ。坊ちゃんって何が悪いんですかの。悪いことはないぞ。ですな。おう、おじきはすぐそうやって人の上げ足を取ろうとする。はいはいはい、どうせ皇族の四男坊ですよ。しかしながら滝川家以上に家を栄えさせたのは前田家ではござらぬよ。わしが一人で一台で、うん、ほんの小さい城の城主から最終的には加賀で100万石近くまで行ったんだね。おじきがやったのは23万石くらいまで、そっから息子たちが頑張って100万石行ったんですから。それは確かに。ただの一番大切なのは結果として、これは100万石行ったわけではなく100万石になるための礎を作ったということが大切なんじゃ。どうせわしの言うものをせがれ含めりゃ大体100万石なんだ。それでしたらば、そもそも父上だったりじじ様がおったから前だけできましたからな。一緒に城出てったなって、この年で。確かに、お主は前だけを出奔して何をいたしておったのじゃ。待て、何のことだ。下手くそか。お主は攻撃力があるけども防御力が一切ない。当たらなければどうってこと。当たっとるね。当たっとる。一撃必殺。当たっとる。直撃だ。まあとにかく、とにかくの今日は武将だよ。忍びのお祭りでございますので、先ほど礎を作ると言ったが、要はのこの舞台のようなものなんじゃな。もし我らがこの舞台を降りたるば、向こう側の者たちなかなか見えんじゃろ。このように我らが舞台を用意されとるがゆえに、皆の前でこのように踊り舞うことができるわけじゃ。まさに晴れの舞台じゃ。この晴れの舞台を400年前用意してくれたのが忍者たちなのじゃ。ゆえに我らはな、
歴史の表側に残っておるが、裏側に記されていないだけで大活躍をした者たちがいる。その源流が滝川家であり、盗み組であり、そして半蔵を率いる忍者隊たち、隠密隊たちなんじゃな。故にこの後もな、彼の者たちの大活躍が見られる。そして、トーマよ、はっ、せっかくゆえ、あれを踊るか。よろしゅうございますか。紹介いたせる。はっ、こたびはこちらセントリアにて忍者フェスティバル行われておりますが、今月末25、26日にはなんと全国武将隊大博覧会宴というものがこちらセントリアで行われまして、その中で皆様と踊る総踊りというものがございまして、こたびたくさんの方お集まりでございますので、その総踊りを皆様で踊ってまいりたいと思います。さあ、ではな、わしが指南役をいたすがゆえにな、できる範囲でついてくるのじゃな。はいか。そして後ろの者たちも前の者たちの手が入ってもあまりな糸を切らうことはない。なるべく優しい気持ちで全体的に盛り上がろうの。では皆の者、立っておる者も座っておる者もまずは手を掲げよ。そして左右どちらでもよい。まずはえいえいお、もう一回えいえいお。次は片手片手両手で、じゃあもう一回えいえいおえいえいお。片手片手両手で、じゃよくできたではないか。この後もな、このように簡単になるべくゆっくりといたすがゆえについてまいるんじゃぞ。ということで総踊りいざ開始じゃ。よそれ。さあ、子供たちも楽しんでてくれの。さあ、まずは踏み出して、やりまーと。そして、手習いは、加賀百万人の子、前田利江殿、大歌舞伎者、前田慶次。それ、えい、えい、おー、えい、えい、おー。片手、片手、両手で、もう一回、えい、えい、おー、えい、えい、おー。片手、片手、両手で、もう一回、えい、えい、おー。大きく開き、右、押し、押し、押し、上、押し、左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 、押し、押し、押し、上、押し、上、左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 、これはな、今月末にこれを行う場合にぜひとも来てもらいたい。その情報を今な、足軽陣の隊の者たちが回しておる。いや、前田利江殿、楽しみでござるな。いや、楽しみですな。この総踊り以外にも、さまざまわしらが歴史を伝えることであったり、また、我らの演舞はもちろん、行動演舞なんかも取り行われる。まさにこの場で取り行う。さよう、ゆえに、武将に少しでも興味のあるもの、ないものも、これを機に歴史を学びにこの中部国際空港に1月の25、26、再び足を運ぶでないぞ。無論、その中では忍びの者たちも大活躍に立つがゆえにな、ぜひとも来てもらいたい。では足軽陣の隊、踊ってまいれ。この後もな、なるべくこの瓦版が手に入るような機会を設けるがゆえに、その時に手にいたせ。ということで、皆さんもありがとうにあった。では皆さんも、この後もどこに楽しんでいくがゆえ、あらぼうじろ。ありがとうございました。名古屋おもてなし部長隊の皆様でございました。ねえ、皆さんも踊っていただき誠にありがとうございます。そうなんです、今日は忍者フェスティバル2020でございますけども、もうね、今月1月の25、26はこちらのイベントが行われるんです。ドドンと今ね、出ました出ました、全国武将隊大博覧会宴でございます。もうね、今年で第5回目を迎えるね、本当にね、素晴らしいイベントなんですけども、全国には本当にさまざまな武将の皆さんがいらっしゃいまして、その皆さんがですね、このセントリアに集まって、もうね、今日のこのね、忍者フェスティバルのような祭りを行ってしまおうということでございます。ぜひとも本当に皆さんお越しいただいてですね、お楽しみいただける2日間になっておりますので、もうすごいですよ。もうね、池武将選手権っていうのがあるんです。
全国の武将隊の中で誰が一番生きているのかというね決める大会もあったりですね、ここね令和の世の中ね、平和な世の中でございますけども、ぜひともね、ここでは争っていただくというのをね、やってもらいたいと思います。本当にね、見どころ満載のイベントでございますので、ぜひとも1月25、26はですね、このセントレアでまた皆様にお会いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もうね、拍手した人は絶対に来るんですよ。ただ顔を覚えましたからね。はいはい、ありがとうございます。さあ、もうね、こちらの忍者フェスティバル2020